皆さん、こんにちは。立教大学の杉浦です。 日本スポーツ協会がサプリメント利用活用のコンセンサスというのを発表したということでお話をしたんですけれども国際オリンピック委員会 IOC のですねサプリメントコンセンサスのことも少し触れましたその内容を動画で説明してほしいというご意見をいただきましたので今日は IOC のサプリメントコンセンサスについてお話ししたいと思います栄養やサプリメントについてしっかり理解することは体づくりやスポーツをする上でとても大切なことですぜひこちらの動画を参考 に正ししいい知識を身につけていきましょう今日のタイトルは IOC サプリメントコンセンサスということです。論文が出てましてですね、IOC コンセンサスステートメントということで、ダイエタリーサプリメントハイパフォーマンスアスリートと、イギリスのですね、ロン・モーン先生が中心となって、世界中の学者が集まって決めたことです。2018年に発表になりました。サプリメントの定義をするっていうことで、アメリカにはですね、ダイエタリーサプリメントという食品区分があるんです 食事でで不足するようううな栄養素を補うものということでアミノ酸とかハーブとかですね、ビタミンとかミネラルとか、そういう言い方になってるんですが、それではちょっと IOC のコンセンサスとしては足りないということで、特定の健康上や 競技パフォーマンス上の恩恵を獲得することを目的として習慣的に摂取する食事に加えて意図的に摂取される食品・食品成分・栄養素や非食品化合物のことこういうものをですね実際にチェックしていくときに科学的根拠が十分にあるかどうかっていうところを見る場合があるわけですね研究の分類によってですね根拠の高いものがピラミッドの上の方に来ていますメタアナリシスっていうメタ分析とかですねシステマティックレビューこれが 2番目にですね、RCT って書いてあるんですけど、ランダム化比較試験のようなですね、試験するサプリメントと成分が入ってないプラセボと比べてですね、見てみると。できれば、被験者も何を飲んでいるかわからない。試験をする方の人も、被験者が何を摂取しているかわからない状態でやっていくということで、盲検というふうに言うんですけど、ダブルブラインドスタディーですね。

どっちも何を取ってるかわからない状況にしないと、サプリメントの効果を出したい時に応援して、成分が入ってない時には効果を出したくないもんだから、黙って、はい、頑張って、みたいなですね。差をつけたりすると良くないっていうことで、味も見た目もですね、変わらないようにするってことはもちろんのことですね。実際に実験する側の方も何を今飲んでるかわからない状態でやっていくっていうような、すると、なおさらいいわけなんですね。きちっとした研究があるものというものをですね、ここはそういう論文を見て実際に評価しているということで それ以外にも、コート研究とか、ケースコントロールスタディとかですね、クロスセクショナルスタディとか、なるべくここのものを見ていこうと。エビデンスベースドメディシンとか言いますけれども、ここではエビデンスベースドサプリメントですね、EBS なんていう感じで表しています。4つにカテゴライズしているんですけれども、丸1はですね、ビタミンミネラルで栄養不足があってですね、それを補うものとしてよく使われるものっていうことで、3つのものが出ています。ビタミン D、鉄、カルシウムです。 これはもうよく使われる。世界中のアスリートが不足してしまってですね、使われているものなので、普通のものとして出していこうっいうことらしいです。ビタミン D はカルシウムの吸収を促進するとか、遺伝子の転写調節に使われるとか、いろんな働きがありまして、コレステロールを作っていったり、アステロイドホルモンの材料になっていったりとかですね、体作りにも関係あるなんてことを言われてるんですけれども、これが取りにくい原因としてはですね、摂取するものと太陽の紫外線を浴びると体の中でできるビタミンなんですね。 の光を浴びるってうことが影響するものですから緯度の高いところに住んでる人日照時間短かったりして北欧とかですねそういうところのアスリートっていうのはビタミン D が不足するとそれから冬場不足しやすいそれからインドアスポーツ不足しやすいそれから人種としてはですね黒人がですね不足しやすいということが言われていますメラニン色素がですね強いためにその紫外線の影響を受けにくいらしいんですねビタミン D ができにくいということでこういうところがですねリスクファクターになるそうです免疫にもいいっていことが分かってきているので非常に今 注目されているビタミンですね。それから鉄です。 鉄は運動によってですね、喪失が増える。女性で月経があって血液を失って鉄を失うっていう場合もあるし、フットストライクといって硬いところに足を打ち付けるような、外を走るランナーとかですね、剣道とかですね、空手とかって踏み込みますね。それによって血管の中の赤血球が壊れて失われていくと。汗とか、便とかですね、赤にも失われていきます。ですので、スポーツをすることによって喪失量が増える。で一方で摂取量がですね、鉄の多い 食品って言うとイメージできるのって割とレバーとかひじきとかほうれん草って感じですけれども赤身の肉とか魚にも多いのでそういうものをしっかり食べれば大丈夫なんですが好き嫌いして食べないと摂取が不足してしまいます成長期の体が大きくなっていく時に鉄不足になりやすかったり筋肉を大きくするような時にも体が大きくなっていくのに喪失量が増えて摂取が少なくなると不足してしまいますのでこれも大事な栄養素になります それからカルシウムですね。乳製品等の回避と書いたんですけども、例えば乳製品アレルギーがあって食べられないとかですね。好きじゃないとか。あるいは減量によって食事制限をするなんていうと、少なくなってしまいます。野菜等もしっかり食べられるといいんですけど、国によっては日本のような土壌にカルシウムが少ないようなところだと、野菜のカルシウムも欧米に比べたりして少なくなってしまうこともあるので、そういったところも考えないといけないということになります。これが栄養不足を補う栄養素型の補助サプリメント。 そして、丸二としてスポーツフードっていうのが出てきまして、日本でいうサプリメントみたいなのものみんなこう入ってきてるんですね。例えばのことで、日本で言うとポカリスエットとかアクエリアス。それからエナジードリンクですね。レッドブルとかモンスターみたいなもの。それからスポーツのジェルとかゼリー、あるいはお菓子ですね。インゼリーとかカロリーメイトのようなものも入ってくると思います。それから電解質代替物っていうのは、ナトリウムもそうですし、マグネシウムとかいろんなものがありますけども、それがタブレットだったり、日本で有名なのは塩タブみたいなものですね。 それから、プロテインですね。各種、保衛プロテイン、ソいプロテイン、カゼインプロテイン、いろんなプロテインも、スポーツフードに入ってきてしまいます。液状食は、スムージータイプのフォーミュラー食みたいなもので、トレーニング終わった後に、糖分とか、タンパク質とかですね、いろんなものをこう混ざってて、ぐっと飲むようなタイプで、プロテインに似てるかもしれませんけども、レディートゥドリンクの形になっているものです。 それからスポーツのバーですね。いろんな会社からタンパクスの多いのも出てますけれども、特にその中でもタンパクス強化食品は下に別になってまして、牛乳でミルクプロテインみたいなタンパクスを強化したもの、それからヨーグルトでもタンパクスの多いギリシャヨーグルトとかアイスクリーム、それから豆腐バーとかですね。サラダチキンも入るかもしれません。 コンビニエンスストアとかスーパーマーケットで買えるような、一般的に売られているようなポーツフードというカテゴリーもできています。普通に使っているものなので、科学的根拠というよりは、食品としての安全性とか、含有量を守って入っているところですね。そっちの方が大事なようです。丸さんの方がですね、直接パフォーマンスを向上させるっていうことで、科学的根拠の強いものだっていうものが5つ出てきています。最初のはカフェインですね。体重。 1>, 1キロあたり3から6ラムということで、体重6 0ラムだったら1 8 0ラムから3 6 0ラムコーヒー1杯でも80とか1 0 0ラムが取れますので、コーヒー2、3杯でトレーニングやスポーツをやってみてどうかっていうことがわかるわけなんですけども、持久力を高めるっていうことは昔から言われてました。脂肪を燃やしやすくするっていうことですね。カフェインの,その中枢神経の刺激作用によって脂肪の分解が起こっていくから、脂肪を使ってですね、運動ができるので持久力を高めるんだと。 それによってダイエットにも使えるなんてことも言われました。最近なんですけども瞬発力にもいいっていうことで覚醒作用で力がバーンと出るっていう。 それから集中力あるいは認知機能ですかね。カフェインは非常に有効なサプリメントであると言われています。もちろん薬にも無水カフェインっていうのがあるぐらいで、薬として使われてるってことは副作用もありますから、心拍数が上がってしまうとか気持ち悪くなるとかですね。いろんな問題があるので、カフェインに弱い人の場合は難しいんですけれども、使える人は使えるということですね。それからクレアチンです。20g1 日にですね、取って、それを5日から7日で一んに筋肉のクレアチンをマックスにするっていうやり方と、ゆっくり時間をかけて1日 ずつ取って30日ぐらい両方の方法で研究もされていまして瞬発力の ATP が使われて分解されて ADP になったところにクレアチンリン酸がリン酸を与えてですねそれで ATP を再合成するっていう ATP とクレアチンリン酸による瞬発力の持続的な発揮を実現すると。 トレーニングの時に取れば、トレーニングのボリュームを稼ぐことができるので、LBM と言われるような脂肪を除いた体重、そういうものをしっかり作っていくということができるというふうに言われています。3つ目は小酸塩ですね。ビーツという大根とか株の中までちょっと紫色の、ウクライナの伝統色のボルシチというシチューがありますけど、それの中に入っていて、ボルシチの色を作ってるんだということが言われるんですけど、これを摂取することによって持久力が向上したり、短時間の繰り返し最大運動のパワー出力がですね、アップするんです。 ななんんんんてててここととが言われてこれはははまままだ日本にあんまり馴染みはないいいですすけどもちろん使っるる人はいると思います同じように、あまり馴染みはなくて、だんだんと広がっていく可能性があるのがベータアラニン。アミノ酸の一種なんですけれども、細胞の中のですね、酸性アルカリ性、干渉作用をするバッファーリングですね。重炭酸ナトリウムも同じような働きなんですけど、こちらは細胞外でありまして、干渉作用があるということで、運動して乳酸が溜まって、そして水素イオンが出てきてですね、だんだん筋肉とか酸性になってくる。そこにアルカリをぶち込む っていうのがこちらの話なんですけども細胞の中はベータアラニングを入れておくとパワー持久力ですねだいたい30秒から2分ぐらいそういう運動する時の持久力が維持される ということが言われていまして、科学的根拠がはっきりしているということになっています。最後の重炭酸ナトリウムっていうのは、重曹のことなんですね。食品でも使えるんですけれども、アルカリなので、酸性の汚れとか取れるっていうことですね。ナトリウムが入っているところがポイントでして、だいたい0.2から 0.4g 体重 1kg あたり取るっていうことになると、体重 50kg とか 60kg だと 20g ぐらい取らなきゃいけないんです。20g の重炭酸ナトリウムを取ると、食塩換算でですね、10g 分のナトリウム入ってきちゃうんですよ。で 1>, 1日 7.5g にしろとか 6.5g にしろと言ってる食塩の量と同じぐらいの、それよりも多いナトリウムがバーンと入ってくるので、実際にこれを飲んでみるとですね、調子悪くなるんですよね。研究はあるもんですから、行われてはいるんですけれども、日本では研究できなくて、昔いろんな大学でやられていて、先輩がこれを飲めと。 それで400メートル走ってタイムが良くなったとか、そういう研究はあるんです。世界だとまた違うんですね。体産のパフォーマンスを高めるための研究だとか、そういうことにもできると思いますし、そういう研究進むんですけども、実際のサプリメントとしてこれを発売することはかなり危険だと思います。高齢者で血圧高い人が飲んじゃったなんていうことになると死んでしまいますので、これはあんまりサプリメントとして出てこないも ね最後の4番です今度は間接的にパフォーマンスを向上させるものということで実際は表がいくつかあったんですけれども免疫にいいものとか体作りにいいものとかそういうのがあったんですけれどもその中でも効果があるものというものを集めてまとめてみましたビタミン D、免疫、プロバイオティクス善玉菌、大腸の中にいる菌ですね抗炎症作用それからビタミン C、抗酸化作用ストレスホルモンの低減という意味での炭水化物それから牛の初乳、これが免疫にいいとかポリフェノール類ですね抗炎症作用 抗酸化作用ロイシンというアミノ酸、筋肉を合成するときのスイッチの役割を果たすということで、エムトールを増やすなんていうこと言われてますけれども、ロイシンとロイシンの派生物の HMB、オメガ3の脂肪酸、これは認知機能に働く。それからゼラチンコラーゲンですね、怪我の予防とか、怪我を早く治すということで、最近だいぶ研究が進んできて、科学的根拠が十分ではないという形だったんですけれども、痛みの軽減に実際効果があるというアスリートも多いので、安全なので、 これでタンパク質を取ったっていうことにしちゃうとですね、筋肉を作るタンパク質とアミノ酸の組成が違うんですけれども、その食事の上にプラスして取る分だったら全く問題ないということで、ゼラチンコラーゲンもここに載っていました。あとはクルクミンとかタートチェリーのような抗炎症作用を持ったものもあるんだということでまとまっています。ということでですね、栄養素を補助するもの、パフォーマンスを高めるサプリメント。 こういうものが日本スポーツ協会が言っていたサプリメントでありまして、もう一つが日本スポーツ協会のいるところのスポーツフードでありますので、これを利用してスポーツ協会の方はそれを使うときのですね、フローチャートですね。自分は食事はこうで、不足している様子はこれだから、食事で取れるか、ちょっと難しい。じゃあ、 サプリメントで取ろうと。それがビタミン D だったとか、鉄だったとかですね。製品は大丈夫かとかですね。チェックして使うようになっていくとか。フローチャートも実は IOC のコンセンサスには入っているものですから、日本流にアレンジして書いたのが、日本スポーツ協会 JSPO のですね、サプリメント利用活用のコンセンサスなので、この内容を理解した上でですね、日本で売られているものがどういうもので、それは安全かとかですね、作っている会社は信用できるかとか、そういうこともチェックして使う場合には使っていくと。そういう風うな形で進めていただくといい いいかと思います今日はですね、IOC 国際オリンピック委員会のサプリメントコンセンサスについて解説しました。この動画が役に立ったという方はぜひ高評価やチャンネル登録をお願いいたします。ご質問のある方はコメント欄にお願いいたします。ご視聴誠にありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。